はい、でこれが先ほどのあれですね、仙台ジェルの冒頭で難易度がハードに変わってるっていうことですね。あの続きです、僕が先ほどの、はい、続きということで、まあ、続きでハードっていう、はい、このビックリマークのところに近づいていただくと、ちなみにこれは要約しなした方がいいですか。大丈夫です。大丈夫です、はい、なるほど。あ、そうか、2回目の対戦なんですよ、ドーマと。このドーマ1回目はやられかけてこっちを吹っ飛ばしたんですね、うん、で、あの酒進んでたらまた、うん、まあ、ドームって間違えられて怒るんで、本当だ、怒ってる。それが我の役目、勇者を試練に挑ませることだ。そしてこの地こそ我が本当に雨降る地の宝珠を奪いたい、うんうん、ここがホームなんですね、はい、うん、じゃあもうバンバンと行っちゃって大丈夫です。今度こそでしょうか、まあ、勇者が相手だ。あ、素晴らしい。私たち怪盗ツッコミが転職しました。さあお願いします。ハードですからね。さっきよりもめちゃくちゃ強くなってるってことですよね、うん、一撃であのダメージです。あ、結構本当だ、めっちゃ減ってる、だから食らっちゃいけないって感じですかね、やっぱり食らうとでかいですね。いかにかわすか、それでやっぱり弱点を手堅くついていくっていうのはもうすごく大事です。あ、ガルとブフが弱点です、はい、あのアナライズすごく大事なんですよね。アナライズ出てくれるのはありがたいですね、うん、ちょうど魔法を打つときは敵も止まるし、アナライズもじっくり見れますので、うんうん、本当どれを打とうかなっていうのは落ち着いて考えていただいて大丈夫です、うん、あ、デビルタッチとかありますけど、やっぱボスだから状態以上あんま効かないんですか。高確率で恐怖状態にどうでしょうか。使ってみよう、うん、ダメだった。あの後ろの敵が興味になっちゃいました。ボスは効かなかったですね。あ、でもやっぱ状態異常系のスキルも豊富にありますね。あります。あの結構敵を洗脳にかけて同士打ちをさせてるのを眺めてるとかっていうことがありますので、洗脳はあるんですよ、ありますか。マリンカリンとかあの辺のもあるっていうことですか、はい、面白いです。やっぱりここはセオリー通り、はい、ラクンダを中ボスに当てた方がいい気がします、ね、あ、なるほど。またデバフを効かして、あぶね、あぶね、あぶね、半分減った。ちょっと回復したい、回復したい、うん、もうここにあるありったけのアイテム、これ、はい、使っていいんですか。あのもう使ってください、アメちゃんすごく気になる。アメちゃん、アメちゃんも使ってください。アメちゃん欲しい。アメちゃん使ってください。アメちゃんあげるわ。あ、でもこれもらった。あれなんですね、1回使っても結構何回でもこのメニュー開いてるときはパラパカと使える感じです、ね、はい、使えます。おー、すごい。でこのゲーム本当にノーマル以上ハードとかになったらアイテムを遠慮しちゃダメです。あ、なるほど。もう手に入れたアイテムはどんどん使っていかないと。使い惜しみしないで、はい、あ、マハラギ使ってくる。おお、やべえ、やべえ、やべえ。で、そうなんですよ、どんどん雑魚も呼ばれていくんですね。あ、忘却に限られてる、誰かが忘却になってる。あ、モナが、あ、テルソナが使えない。モナとあれだ、フォックスが、フォックスが攻撃、はい、状態で、しかもスカルが燃えているっていう。本当大変な状態。とりあえずその攻撃で処理します。そうですね、まず減らして、で、アイテムを、あれどこに行った？アイテムを、アイテムで、そうですね、手堅く回復を。ない、忘却回復がない。あ、そうですね、これやっぱ時間経過で治る感じ。はい、時間で回復しますので、我慢するしかないかなと思います。モナ今は我慢の時です。危ない。おおちょっと卑怯、あれボスがいねえ、ボスどこ、あ、いた、卑怯、ワンモア、いけますか、でもいい感じに減ってます、いけますか、いけるか、いける、あ、おし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 、やめる、あ、残、あ、残ってた、残ってた、ちょっと中田ちょっと中田登られました、いや、でも素晴らしいです、あ、危なかった、あ、よかった、いや、でも本当、あの、リスキーというか、あっという間にこう、戦況